自民党内から大ブーイング異例の土曜国会となった3月2日午後2024年度予算案が衆議院を通過した土曜日に予算案が通過したのは31年ぶりのことだったこれで憲法60条2項に規定された30日ルールにより年度内の自然成立が可能になる本当にバカバカしい総理がもっとうまく立ち回れば こうししたたた事態はははは防げたはずだ批判ののの声を発したのは野党の関係者ではない自民党の中の方が怒りは大きいようだ理由は岸田文雄首相が出席した成立審だ派閥のパーティー券をめぐる裏金問題で衆議院では安倍派から塩谷隆座長と事務総長経験者の松野裕和前官房長官 西村泰年前経産省高木剛前国対委員長そして二階派から事務総長の武田良太元総務省が出席することになっていたしかし塩や松野高木の各氏が公開を拒否当初は公開を容認していた西村武田良氏も後に出席を拒否したと報道され当初は2月28日と29日に予定されていた成林審の開催は厳しくなった それにしびれを切らしたかのように岸田首相は2月28日午前に自らが生林審に出席することを表明全面公開で行うことを明らかにしたこれに促されて4名も全面公開での生林審を出席を余儀なくされた2月29日には岸田首相と武田氏3月1日には西村塩や松野高木の各氏が生林審に出席した そそもそも遅すぎた。しかしこの一日のズレが大きな波乱を生んだ何としても年度内成立を目指したい岸田首相は衆議院では予算案を3月1日に通そうとした予算が成立すればいつでも解散を打てるようにするためだというタイムリミットは暦の上では3月2日だが土曜日に該当するため通常は国会は開かれない 一方で野党は審議時間に不満を持っていた例年なら80時間の審議時間があったはずが今国会では69時間に過ぎなかったからだそもそも通常国会を開会したのが1月26日だったというのが遅すぎたもっと早く開会しておけば予算の審議時間は十分に取れていたはずで野党からつけ込まれずに済んだ国会が始まれば 政治と金、ね、問題が持ち上がってくるのは必然、だから岸田首相は通常国会の開会日時を遅らせたのだろうという見立てだそして案の定、小野寺御殿予算委員会委員長は2月29日に、3月1日の予算委員会の開催と予算案の決議を行うことを決定した。 立憲民主党はすぐさま小野寺氏の解任決議案および鈴木俊一財務相の不信任決議案を立て続けに提出した不信任決議案が提出されれば院内の委員会はすべて止まってしまう3月1日は果てしない深夜国会になるかと思われたしかし深夜12時前に自民党と立憲民主党は停戦を合意 翌2日に予算委員会を開くことで予算案を可決することで落ち着いただが岸田首相の近辺は落ち着かないリーダーシップを取ろうと捨て身で挑んだ聖隣審だったが野田佳彦元首相の追及によって在任中はパーティーを開かないと約束させられたまた党内では岸田首相は4月初旬に米国訪問した後退陣するのではないかとの声が出始めている 原因はそこが見えないし内閣持ち率の低下だもちろん岸田首相だけの責任ではない政治とカね、問題を明らかにした安倍派や二階派さらには赤ベンツでカナダ人のサックス奏者との不倫お週刊誌で暴かれた広瀬恵参議院議員などが岸田首相の足を引っ張っている女房役のはずが幹事長の裏切りだが最も協力的ではなかったのは 茂木幹事長だったかもしれない幹事長は総裁の女房役として党内の問題に責任を持って当たらなければならない巨額な政策活動費が当てがわれているのはそのためでもあるにもかかわらず政治倫理審査会への出席を渋る安倍派の議員たちに対して茂木氏は働きかけを行わなかったようだむしろ 問題が混乱することで岸田首相が党内の求心力を落とし、対人を迫られる事態を期待していたかのようにすら思える、もっとも岸田首相と茂木氏の関係は良好とは言えないようだ、1月には岸田首相がいきなり宏池会の解散を表明したが、これに呼応するように小渕優子選対委員長や青木和彦参議院議員らが平成権を離脱した。 茂木氏は平成権の会長であるものの主流とは言いにくく彼らの離脱は総裁選出馬にも影響することは間違いない岸田政権は岸田派茂木派麻生派のトロイカ体制で維持されてきたがその一角が欠けるとなるともはや維持は不可能になるよってキングメーカーたる自民党の麻生太郎副総裁は 上川陽子外相擁立説を唱えるのだろうが、もし上川政権が成立しても長期政権になるとは誰も思ってはいない。そして自民党と立憲民主党は、1、4月に衆議院に政治改革特別委員会仮、お設置、2、予算成立後に衆参両院の予算委員会で集中審議、3、政治と金、ね、問題について。 参考人招致などを協議しつつ、成立審で申し出のある議員の弁明、質疑を行うと合意、秋の政局ならぬ春の政局がこれから始まろうとしている以下はネットユーザーの反応をまとめたものです岸田政権は、これまでには増税物価値上げが顕著であり、さらには自民派閥議員閣僚方の政治資金パーティー。 で私利私欲の裏金作り問題で我々国民からは完全に見放されており、信頼回復も至難であり、内閣支持率低迷は必須でありますので、この機に及んでは早急な解散・総選挙を施行しての政権交代をするべきではないかと思います。多くの人が勘違いしてるけど、選挙は2つの意味があります。この人、 党に投票する代表的な意味の投票もう一つはこの人党には投票しないです選挙は当選者を誰にするかではなく誰を落としたいかを決めるのです自民以外どこでもいいその票が集まれば自民は確実に落ちます仮にそれで他政党が与党になりやはりダメなら同じことをやればいい どの政党も一長一長短です。そうしてどんどん首を切っていって政治家政党は政策を切磋琢磨するんですまずは自民に投票しない一歩一歩段階を踏んで我々国民が政治家を精査すべきです今の岸田総理を見ていると完全に学級崩壊したクラス委員長をしてるみたいだね 仲の良い友達同士でパーティーを開いて金集めをしてる生徒もいれば、親の七光りで入学した生徒もいれば、話しかけても寝てるだけの生徒や、不純異性交流してる生徒とかさ。これでは大変なクラス委員長だよ。おまけに副委員長は、知ったこっちゃねえって具合だしね。校則は、生徒の自主性を尊重だったりしてね。 別に政治家が政治のためにお金集めることを批判する人はいないと思う。問題なのはそれをきちんと公表しないことや使用用途を記載しないこと、納税分を納税しないこと。これを改革してほしいのに岸田総理自体がこの問題を自身の政治基盤強化のための清掃にしてるようにしか思えない。